つまんねんだよ。もうね、オープニングのネタがなすぎてバネ落とすか大量の敵を落とすかしりとりをするぐらいしかなくなってきてんのよ。そんなんだから最近語彙力もなくなってきてるような気がするんだよな。どうすんのよ。ピオキングってあの叫んでばっかりだけの人でしょって思われたらさ、いやあながち間違ってないんだけど、いやあながち間違ってないんだけど、ほらあるじゃんねえ。それじゃあ本編入ってみますか。はい、それじゃあ今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、カブロニンバスということで、読み方合ってるかわかんないんだけど、積乱雲っていうことですね。で、このコース、めちゃめちゃクリア率が低いんですよ。だから今日はめちゃめちゃ苦戦すると思います。と思うでしょ。僕はこれまで数々難関なトロールコースをクリアしてきました。こんなクリア率ちゃちゃっとクリアしていきますよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.42%。でカッコつけていったものの、30分ぐらいさっきまで悩んでたこのコースを収録するかどうか。クリアできなかったらどうしようみたいな。あれ鍵は、あーとりあえず右に行けばいいの。あ、外枠無機物、早速やってくれるじゃないの。じゃあここはすぐ右にダッシュして鍵扉、この調子でやってたら絶対最後まで持たねえって。まだ始めたばっかりだよ。多分ね今 2,3 分くらいしか経ってないんじゃないかな。じゃあここの砲台は、あ、ジャンプして抜けろ。あーはいはいはい、そういう感じで、ね、今日のトロールコースはこういう感じですよ。どんな感じだよ。多分ね今日のコースめちゃめちゃ初見殺しが多いようなコースなんじゃないかな。クリア率が低いトロールコースってそんな感じのが多いんだよな。じゃあここのブロック叩いて左に逃げておこうか。あれ爆発するでしょ。オッケー、そんくらい分かってんだよ。よしよし、もう怖いよお母さん。コースを始めて5秒に1回ぐらいやられてんじゃないのかな。じゃあこの場所に追っておいたらいい。ボボちゃん、ちょっと真面目にやるわ。こんなにクリア率が低いコースをふざけながらするなんて舐めてた。制作者に対しても申し訳ない。だから今日は一日真面目にやっていきたいと思いません。壊れながらやっていこうじゃないか。ビャンビャーン、ビャン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 、ここは違うの。ビャンビャンビャン、何が出てくる。ビャンビュービャン、でかいで球が出てきた先に何があるの。のだね、いたちこ、心配されるってこれ以上やったら。てかみんな心配しろ。壊れてるのがなんかデフォルトみたいな感じになってるけど、僕のチャンネルちょっとは心配しろ。じゃあここは右のブロックと左のブロック、どっちを叩けばいいんだい。一旦派手なブロック叩いてみるか。いやキロコ様はまあまあいい。こっちのブロックはなんか出てくるんだろうな。でっけー、左を先に叩いたらダメっていうのが分かった。だからこのブロックを叩いて一旦右に逃げておこう。これで魚かわせるでしょ。魚、やっぱ今日のコース初見殺しの量半端ないよな。じゃあ一番やり、ここでいい。ここだったら魚が避けれるみたいな。そんでこのキノコ、あ、上にボム兵が出てきてくれて、この状態でキノコが取れるっていう。キノコ様、あーやばい、今日壊れるかもしれない。クリア率が低いやつほど自分が壊れるっていうのが分かった。そして土管に入って出た瞬間初見殺しとかやめてくれよな。僕は何もしない、頼む神様。そんなの分かるか。ここに来るさ、僕何絶叫ぐらいした、もう10絶叫ぐらいしてんじゃない、オープニング含めたらさ。じゃあここは右行ってもオンオフは変わんない。じゃあここは素直にオンオフ変えてくれるんだろう。 OK。 そしてここのオンオフ急に変わってくるとか、そんなんだろうな。下に床がないからさ、ゆっくり行ってみようか。何もしてくれた、一旦ジャンプしてみる。うわ怖い、この先いつ変えてくるんだろう。あの50コインを取ったらオンオフっていうことなんじゃない。あ、絶対そうだ、絶対そうだ。だからここはふざけやがって。やべえ、どこでオンオフをされたか忘れた。針の下ぐらいでジャンプすれば大丈夫。え、違うの。どうすれば、走ってて50コイン取っていいのかな。いや多分そうだね、捕まり。壊れてる原因分かったわ。この音楽は僕をさらに壊してるんで、ちゃんこが走っててジャンプ OK。 そしてこのドアにビャビャビャ、もうね汗かいてきた。そして少し頭も痛くなってきた。たったこんだけしか進んでないのに、酸欠状態よ、酸欠状態。なんで3分の1って当てるわけねえだろ。一応右のコイン信用してみるか。頼むコイン、当てて3分の1。こんなの3分の0じゃんか。あのさみんな、もう疲れてる。
まだチェックポイント以上取ってないのに飛ばしすぎてもう疲れたね。そろそろ落ち着いていこうか。多分ね動画のテンポめちゃめちゃ速いと思うからさ、で見てるみんなも疲れると思うから、ちょっとこっから落ち着いていこう。でドアの上にキノコがあったっていうのは見えた。そしてこのキノコまたかー、もう嫌だ。何があるとすぐに発狂してしまう自分の癖を直したい。じゃあここは2番でキノコを取れるってことか。で一番左にドアがあったよね。だから僕はもうやられても3回ぐらいやられるぐらいまででいいかな。絶叫なしでいきたいと思います。ヘイじゃねえんだよ右に中間ポイントがあるじゃねえか。え、ここ左でいいのかな。いや、なんか上すげえ怪しくない。このモメ実は踏めますみたいな、そういうことだろ。違うよ。チュッチュチュルチュチュチャッチャチョーチャラチャッチャチョーチャチャチャロチャラママリラボーチャチャチャンチャンチョロチャリー、ここは中間取ってくぜ。さあ中間、あっあの村は大概にせえよマジで。あ、なんかさっきと違うな。さっきこんな赤なかったもんな。え、じゃあこれオンしていいの。さっきの違いますわ。チェックポイント1を取るまででこの難しさでしょ。あとチェックポイント2とゴール前というめちゃめちゃ鬼畜な難関場所があるからな。じゃあここは一番左にやったらブラバが出てこない。頼む取らして出てくんだよ。ここだ、やったうれしい、うれしいよお母さん。最新の iPhone もらった時ぐらい嬉しいね。じゃあこのハテナを叩いてすぐ右に逃げる。そうした砲台をかわしていく。でこのブラパーの上渡れるでしょ。 OKOK。 でリンクを取って、この音符は何をしてくるんだい。何が来ていいもん、なんかなんなん立てで防いでおこうか。もう噛みまくって何を言ってるかわかんない。とりあえず立てで防いでおく。このダイソンギャー、これってさバグじゃないの。明らかに吸引力やばかったよな。じゃあ P スイッチを叩いて。なんだてめえ、ニヤニヤしてんじゃねえ。もう終わったやんか。P スイッチを叩いた瞬間すぐ左に逃げようか。そしてこの3本をかわしていくんだけど、この3本なんかクッパ食らうのってない。一旦倒しておこうか。多分左に急に来るとかありえそうだもんな。そしてこのパックを倒す、絶対ここ隠しブロックがあるよ。そして土管に入っていく。土管に入れませんね。じゃあどうすればいいか僕は分かんない。なぜバネが乗っている。クッパ食らうとバネが重なってんのかな。このブロックは、あ、なんもない。あいや違うんだって。このパック一旦剣で倒してみる。あ、バネが出てくんのね。なるほど。でこの四角の枠行っていいのか。隠しブロックとかない。絶対あるだろよく倒したな。絶対あると思う。ここ隠しブロックがツタを待っておかなくちゃいけないっていうパターンだね。そんでここロープブロックは何もない。このネットはかぶれないか。分かってる分かってる。何が出てくるんだろう。だから盾で弾き返してやろう。もう出てこんのかブラバドが出してこいよそこは。そして次はガリガリを抜けてオートスクロール。え、オートスクロール、いやちょっと待って、オートスクロールは聞いてない。あっちー、いやまさかのここでオートスクロールだな。そしてここは一旦踏んで待っておく。でその先に右に行けばいいのか。でここから先バネー、あれから発狂しまくってる。もうちょっと抑えよう。じゃあここはバネをかわすんだけど、あははは、喋んだよ。もうちょっといいリアクションを取れ。勝ちブロックを叩いた瞬間すぐ左に逃げよう。そしてこのまま右に進むんだけど、もう何も来るな。50コインの方を信用してっていいのか。いや絶対ダメだ、あそこ落ちるだけ。ピンコインも取っていいか悩むな。取った瞬間左逃げてみようか。オッケーオッケー、熱いね。そしてここはどうしよう。ハテナが出変わってくれると思う、オンオフが。だからハテナを叩いた瞬間すぐ左逃げる。この人魚をピンポイントに当ててくるのめちゃめちゃうまいな。じゃあハテナブロックを叩いて、あの場所で何もしないでいいのか。魚かわせたっけそれで。左上のツタの方に逃げておこうか。それでこのエンジェルフィッシュがかわせるんだね。でもう一回オンオフは変わんないな。よしよし、素直にドアに入らせてくれました。さあ次はチェックポイント2があってもいいと思ったけど、何これ、ヒントオンオンをして50コインを取って土管に入れ。土管なんてなかったよ。どこにあったんだ土管なんて。さっきの場面で見られなかったぞえ、ここで知りたい。急え、上の土管は、いや入れない。
ここにオンプあんじゃん。あー、なるほどね。このオンプに乗って右側のバネの方に行けっていう感じなんじゃない。そして右側にパックンがいるな。分かった分かった、そういうシーン体験で、これなかなか難しいね、このバネのところよしよし、うめうめ。そんでこっから、丸々を抜けれるのかな、これ、ね、普通抜かしてくれる。ダッシュして行ってみようか邪魔すんだってまあそんなに難しくないと思う。ここが難しそうなんだよな、頼む。やっぱ難しいよねもうこんなに鬼畜なトロールコースなのにさ、もうこんな鬼畜な新体験まで用意しなくていいじゃん。もうカットするよ僕。もういつも思うんだけど、なんかさ、新体験をカットしないで見せるっていうのが僕のチャンネルのなんていうの普通になってきてるっていうか。よっしゃいけた。そしてこの丸々は素直にやっぱ入れさせてくんねえよね。じゃあスーッと入れっていう感じだね、これ。スーッと入るの、やった、きた。シャー、死に耐久ベンチを舐めるな。さっきはオンオンをして50コインを取って土管の方に入れっていう感じだったね。だからここでオンオフが変わる。でその後50コインの方に行くんだけど、土管があるんかな、ここで下。あれ、土管ないよ。でもやられないね。右は、ああ、右に土管があった。なるほどね。いや、まだチェックポイント、ここだっておめやだてめえ。ここは一旦何もしないでいい。そんでこの左側に行っておこうか、右側に来たからさ。そんでこのハテナブロックを叩いたらバネがいや、どうなるんだろう、鉄球が来ると思う。そうだろ、やめて。まさかバネが落ちてくるとか思わなかったね。じゃあここで鉄球跳ね返ってこないような、何もしてくれない。オッケーオッケー。そしてここは絶対右側何か出てくるよ、ブラパとか。だから左から行こう。ブラパとかあったんかな、ちょっと気になる。そうなってくるとあそこの空白叩いてみたくなるよな。で右下針があるけど、あの針乗っていいんじゃないの。右から多分何か救済措置が来るよ、見ててみんな。チェックポイント2まで長くないかな、このコース。そろそろ僕の精神状況おかしくなりそうだよ。誰がもうおかしいって。なあサンボ、そんな可愛らしい耳飾りをつけてもダメだよ。可愛いよ、結婚してくれ。じゃあここさ、ジャンプして速攻左に行かなくちゃ多分バネが出てくると思う。で上に行かされるみたいな。任せてみんな、これで絶対行ってみせるから。やっ今のところ罠あったか知んないけど、この土管に素直に入らせてくれたのは熱いね。そしてチェックポイントに通らせてくれ、頼む。チェックポイントには取りたいんだ本当に。え、ここ変わんないの、右っていいの。わ、どうしよう、ここ下降りていい。いや、これちょっと難しくない、ジャンプして右に行こうか。そしてここのブロックを叩いた瞬間左に行く、絶対それで合ってるよ。オッケーオッケー、ボムヘイが出てきた、ここで。いやあ悔しいでも僕からしたら快感だねキモいんだよ、そろそろみんな考えた方がいいよ、僕の動画をこれからも見続けるかどうか。ていうかさ、僕の動画を見てる人をさ、僕自身が隣で見てたいわ。どんな顔して見てんのかなみたいな。じゃあここはジャンプして一旦左に逃げる。でこの場所に追っておけば中間ポイント取れるんじゃない。頼む、砂を取らせて。いやF じゃねえんだよ、知らねえよ、 F ってどういうことなんだよ。うわ、右にゴールがあったのか。じゃあこっちの土管、うわ、チェックポイント1戻しとかそんなんかな。いや、なんか違うっぽい、実はゴールさせてくれるみたいな。ダム、ダンプって書いてんのかな。そして次はスタジオ、違う、スタピオ、スタピッド、スチューピッド。いや、ごめんね、全然意味が分かんない。ていうかこれはこれまで通ってきた道なんかな。まあ左上のブロック立つはなかったんだけど、え、こっちは何いや、何を入れさせてくれって素直にさ、いや、こっからゴールさせてくれるっていうことまたここで新耐久か。まあまあ一回ここはやってるから、まあカットしてもいいでしょう。まあ僕はね、右下があるじゃん、あのパックのところ、あそこが実はゴールなんじゃないかなと。あの四角の奥はすげえ怪しいんだけど、とりあえずそこまでカットするわ。ちょっとこれ長引きそうだからさ、ここの新耐久の一番の難関の場所はここだね。この一マスのところがめちゃめちゃ難しい。オッケーオッケー、いけた。でこのパックンのところ絶対ゴールだと思うんだけど、頼む、ゴールであって、パックンがやられて実は下がゴールですみたいな。ほら、え、何、ソフトでいいのかな、ソフトロックえ、誰が僕をやってくれんの。ソフトロックの意味が分かんないんだけど、え、これどうすればいいの。
下、右、左、下、全部押してもダメじゃねえか。え、最初からやり直せみたいな。え、頼むって。嘘でしょ。ここまで来て最初からやり直したか。そんなことはないよな。急に誰かがやってきてくれるみたいな、そんなことを期待してるぜ。ふざけるな。もう分かった。ボム兵を出すでしょ。で、ボム兵が下に行ったら右に行けばいいんだ。そしたらゴールができると思うんだけど、頼むゴールさせて。隠しブロックとかないよな。やばめちゃめちゃ鬼畜だった。ただ中間ポイント2がない分、まああるにはあったんだけど、ちょっといつもより短い気がしたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。人画面のドキドキ全自動カッコオートと書いてるんだけど、説明文ね、たくさんのブロックを置いてぐちゃぐちゃなコース、それを全自動にしてみました。頑張って作ったので、ぜひプレイしてみてください。何も操作しないでねって書いてるんだよね。いや、これめちゃめちゃ気になんない？この人画面の中でどうやってマリオが動いてゴールするのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は58.65%。そんでね、これ全自動なのに 58% って約クリア率が半分なんだよね。それの意味が分かんないな。何もしないでいいんでしょ。何もしなかったら絶対ゴールできると思うんだけど。ちゃんと全自動になってる。本当に僕今コントローラー置いて喋ってるんだけど、でいつゴールするんだろう。あー、なるほどね。こんな感じでゴールするのか。一つ一つよく作ったよね、ここまで。ちょっともう一回見てっていいかな。まあ、こう言っちゃ悪いかもしれないけど、ほとんどが無意味な設置なんだろうな、アイテムとかさ。もうスネークブロックとか意味ないもん。ほとんどさ、役割をなしてないもん。いや、でも本当にね、ここまで装飾を作り込んだのはガチで素晴らしいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。